下田の駅に降りました。これはすごいです。粉雪っていうんですかね、かなり降ってます。下田駅です。こちらは富山方面ですね。ちょっとどういう駅か、下田駅、待ち合い室に女の子がいるんですけど、なんか目の前がこんな感じです。一面銀世界です。一面銀世界。バッテリーがあるかな。バッテリーがなくなっちゃう。今駅に出たところです。女の人が待合室にいるんですけど、あまり、話しかけられたくないっていう雰囲気なんで話しません。これが下田駅です。粉雪がかなり舞ってますね。ここへの滞在時間は約40分。ただバッテリーがもう、予備のバッテリー2つ使ってるんですけど、3つのバッテリーをなんとか使い回してるんですけども、かなり限界ですね、これね。ま、周辺は民家があります。このか、この、駅舎の感じだけはなんか秘境駅っていう感じするんですけど、周りはもう民家がかなりあります。あと、もうバッテリーが黄色くなりましたね。これはもうやめましょうね。限界でしょうね。よし、あー寒い。女の人は黙ってます。かなり無口な方のようで。話しかけるっていうタイプじゃありませんので。じゃあとりあえずこの辺で止めますかね。とにかく木造です。木造のあの駅舎。この辺がもう、かなり古いんじゃないでしょうかね。さて、こんな感じです。止めます。